動画をご覧くださりありがとうございます。パンダ178です。仮面ライダーエグゼイド第11話、前回のバトル回から打って変わって今回はドラマ回、結構見応えありましたよね。中でも九条ジリアとダン・クロトの回であったとも言える回で、なんかね、見てて熱くなる回でした。今回はそのあたりの感想です。今回また M の感じの少年がバグスターウイルスに感染します。今回の敵というか、ダン・クロートがなんか死のデータが欲しいんですね。でそれを少年によって得ようとしてるんじゃないかっていうところです。それで今回の人物相関なんですけど、こんな感じでゲームコーポレーションにライダー4人が集められるんですよ。で10個のガチャットのうちまだクリアされていないシャカリキスポーツを仮面ライダーゲームを倒して取り返してほしいと、なんか自分で自分を倒してほしいみたいな、なんか変な感じなんですけど、まだキリアしかゲームの正体がクロトだって知らないですからね。でクロトはみんなにバグスターウイルスをばらまいてるのは衛生省の日向京太郎だってみんなに聞こむんですね。でもう M は京太郎先生がそんなの信じないみたいな、そんな感じですよ。そしたらキリアも観察医としていろいろ調べてるじゃないですか。だから衛生省が完全に正義だって言い切れないってことも分かってますよね。だからキリアはエムにどうしてそんなに日向京太郎のことを信じられるんだって言うんですよ。そしたらエムは人を信じるのに根拠なんて必要なんですかって言い返すんですよ。なんかそう言い切れるってすごいし、でエムってまっすぐですよね。そんなんがあってキリアはね、またエムが手術を受けた16年前の病院とかで看護師の話聞いたりするんですよ。でも調べれば調べるほど日向京太郎は信頼できる人物ですという情報しか出てこないんですね。そしたら日向京太郎を疑っているキリアにも迷い始めますよね。そうこうしているとクロトから衛生省には秘密裏に少年をある場所に連れ出してほしいって言われるんですね。でM もさっきの話があるから衛生省のこともねちょっと疑い始めたりしてるわけですよ。で少年をねその指定の場所に連れていくんですけども、そこにゲームが現れます。でゲームに対抗するために M はまたドラゴナイトハンターガシャと使うんですけど、ゲームは結構ずるいやつで M に対してね、俺は日向京太郎の命令で動いてるんだとか言うんですよ。そうすると M の心もぐらつき始めますよね。でそうなってくるとまた暴走しそうになってくるんですよね。でそこを狙ってゲームがエグゼイドに攻撃仕掛けてくるんですけど、そこにキリアが現れて M を助けるんですよ。そしてキリアは M に人を信じるのに根拠なんて必要ないんだろうって逆に言い返すんですよ。自分自身の心を信じるんだって M に言うわけですよ。すると暴走しそうだった M がまた落ち着き取り戻すんですね。なんかどうやらちょっと制御でき始めてるみたいですね。なんかガシャットは装着者の精神状態に直結してるようではありますね。でそこにさらにキリアが俺はお前を信じるですよ。今回ここすごい良かったですね。ちょっと弱い人は泣いちゃうんじゃないですかね。そういうとこから察するにキリアはおそらく友人の死から全てを疑う生き方をしてきてたんでしょうね。だからこうエムのそのまっすぐな心によってそこからやっと解放されたのかもしれない。そこにヒーロータイガーも現れて、なんか俺たちも参加するぜみたいな、なんか今回は前回よりもよりみんながつながった感じのレベル5のチームプレイがスタートですね。もうね4対1でゲームは押される一方で、でライダーゲージそこをつくんですよ。でもうそうなってるって分かったから、みんなもうそろそろやめておくよって言うんですよ。みんなにそう言われてるのにゲームはそこでその患者の少年にクリティカルストライク仕掛けるんですね。もうそうされると止めざるを得ないから、 M がドラゴンのガシャとつけてるから、尻尾でねゲームに止めさすんですよ。そしたら本当にゲージなくなりますよね。このライダーゲージの意味ってちょっと謎だったんですよ。ゲージがなくなるとそのゲームで負けたっていうだけじゃなくて装着者の命自体もなくなるっていうね。だからみんなもうゲージがなくなりそうにやったらベルト外して離脱してたわけですよ。だけど今回ゲームによる初めてのゲームオーバー映像ですよ。ゲージがこう胸にあるゲージがなくなって
赤く点滅して、ああまあいかにもゲームオーバーなんだなって感じでしたけど、でそこでゲージにガシャコンバグワイザー突き刺すんですよ。なんかねデータが流れ込んでるんですよ。こういわれる死のデータっていうやつを自分の死によって完結させるんですね。でまあ変身が解けて、そこには死んでるはずのクロトが立ってるわけですよ。これによってゲームの正体がクロトであったとみんなにわかるわけなんですけど、クロトは不気味な宣戦布告をします。まだゲームは始まったばかりであると。そしてバグスターウイルスはすでに多くの人間に感染しており、誰が発症してもおかしくない状態であること、そして集めた10個のガシャットを使ってどうするかは君たち次第だみたいな、まあ、今回のクロトのラストっていうのはいわゆる死を超越しちゃったってことですよね。ちょうどね今回ゲームコーポレーション出ていく彼が感慨深くさよならって言うんですよ。それっていわゆる人間タンクロートにさよならってことですよね。で最後にパラドの待つアジトに戻ったクロートの手には11個目のガシャットが握られていたってところで次回に続くです。というわけで、まあ、今回ドラマ界の感想ですね。僕は結構非常に良かったですね。まあ予告を見るとまたところの展開は続くようですね。では今回はこの辺で、パンダ178でした。